どうぞ。ジミバンド。ジミバリカでーす。ラッパーの指すま。指すまさ。ということで、はい、まあ、マーツが旅立ってしまったと。そうだね。ちょっとお仕事しにね。生身の物。死んだわけではない。死んだわけではない。まあね、最近動画見てて自分らの思うんですけど、はい、僕たちもうちょいテンションを上げていこう。そうだね。テンションはね、低い。うん。なんか、ね、ある意味大人の落ち着いた感じもあるんですけども、はい、やっぱ YouTuber であれじゃ、テンションを上げていこうということで。テンションだけど、テンションの声もやばい。やまってんな。さすが待ってるわ。はい、ということで、シミボンドタイトルコールお願いします。やりこみが行く、喫煙所探しの旅。まず本日のルール、はい、まあ、これからちょっとある駅の方、弘前駅の方に向かいまして、はい、そこからはもう徒歩移動となります。徒歩、はい、はい、でもうひたすら喫煙所を探していきます。はいはいはい、はい、ただその喫煙所で吸えるのはどちらか一人、はい、でその時のじゃあどっちが邪推んですかっていう勝負方法はその時その時で決めていきましょう。ほー、その時その時、はい、OK。まあ、途中ね、僕らまだお昼ご飯食べてないよね。そう、お昼ご飯食べた後とかね、もう絶対空いたよ。あー、ラーメンの後とかもうやばいもん。国民の義務ぐらい空いた。絶対空いたよ。納税とか、そう、教育とか食後の喫煙ってあってもいい。マジで納税労働って来て、もう食後の喫煙マジで、いやマジでさ、いや本当に。はい、じゃあまずオープニング、そう、ニコチン行きます、うん、これから吸えなくなるわけです。そうです、これから吸えなくなるわけですから、はい、まあ、これから敵同士になるわけですけども、ひとまず一本、はい、吸っていきますか。吸っていきますか。はい、はい、ということで、はい、こんなね、映していいのかわからないですけども、ジッポ、それ私もジッポ。マンズメじゃ、さっぱとするもん。さっぱとするもん。マジで。なんだろう。いやでも吸った後に出る言葉としてはそれが優勝だよね。そうなの。もうあーって。うん。すべてのストレスが煙と一緒に吐き出されていく。本当に。どうですか。やっぱ僕でもタバコって、はい、なんでしょう。こういう吸ってる時のたわいない会話すごい好きなんですよね。わかる。ね、タバコミュニケーションですよ。うん。本当に。本当に被れている。ちなみにさんさんは何を吸ってるんだっけ。自分セッターですね、セブンスター。はい、で私ね、赤のマルボロ吸ってるんですけど、はい、くせ。いやそう、マルボロくせえね。いやタバコとラーメンはくせえからねえんだよ。マジで。本当に臭けりゃ臭いほどうまい。そう、臭いラーメン食った後の臭いタバコ一番うまい。コンビニどうする。今回コンビニなしでいきません。コンビニなしでいく。なし。もうないよ。ありそうなので。だったらもう。コンビニはまだギリありそうなので。そう。さあ、吸い終わったということで。まあ、はい、とりあえず、全コンビということで、これからの勝負に。はい。いや、行こう。はい、それではじゃあ早速、駅周辺の方向かっていきましょう。ショー。はい、ということで、駅に。着きましたね、はい、さあここからじゃあこの辺プラプラして喫煙所を探していくんですけど、はい、まあ、まず僕らお腹も空いたよと。そうだね、うん、ご飯も探しながらね、ちょっと歩いていきたいと思います。じゃあ行こう。自撮り棒を作った人ね、天才だと思うんですよ。うん、でも駅前、本当に今これ駅前広場なので、じゃねえかな。ここいいね。めっちゃ練習場所っぽい。これとこの辺がもうバリカブだったら絶対集まるね。さあ、垣間の薄さがね、もう疲れてるから、ね、もう疲れてるから垣間薄くなってるよみたいな。車はあんな元気だった。ヒロロの中って何がなかったっけ。あ、フードコートありますよ。あります、はい、中華はないかな、ペッパーランチとか。あー、でもいいな。そういうのあります。
中入ってみます。そうだね。飯食べにしましょう。はい。行きます。はい、ということで、ペッパーランチの方をね、はい、購入してきたということで、これからご飯食べたいと思います。いただきます。いきます。はい、ということで、このヒロロでね、ペッパーランチいただいてきましたと。はい。はい、どうですか？すいません、今、ビジョニン釘付けになってました。ちょっとね、ついててみる。いやー、ね、あれも、いや、俺はさ、今行きたいのはね、ビジョンの元にあるんですよ。喫煙所なんじゃないですよ。結構推定よ、もうやばい、ね、マジでもうめっちゃ推定予言でできたもんね、うん、飯食ったら元気になったのもあって、うんうん、やばい、ね、テンション上げてちょっとじゃあどっち行ってみる、あっち行ってみる、駅前に戻っていく、駅前にちょい戻りつつそれか離れるか、離れよ、多分一周回って戻ってこれると思うかな、さあ、え、ね、次見つけてじゃんけんでしょ、まあそうっすね、まあ一戦目はまずじゃんけんか、じゃんけんにしますか、はい、もう見つけた瞬間ダッシュだね、あっち行けばイトーヨーカドーとかそちらへん、はい、まあ、結果こうぐるーってこの辺なってるんで、もう一個ちょっとそっち行ってみます、床屋さんか、床屋で待ってる客が俺と同じ髪型してこっから同僚ですよねビビッと、もう残すはバリカンで刈り上げるのみですからね、だってもう選択肢坊主以外ないからね、あ、これ来たことあるな、お、ほんと、うん、おいしい、おいしい、やっぱおいしいんだ、おいしいし、おしゃれだし、いや、そう、弘前ね、やっぱちょっと個性的なというかおしゃれな街並みはしてるんですよ、あそこのお店、昼コーヒーが美味しくて、夜ワインが美味しいんですけど、あら、あのね、いつでも女の子連れてきた、どうでも便利なね、東京便利な、ね、昼と夜でね、違う女の子と遊びに来ちゃったらどうしよう、店員さんにもね、あら、あった嘘、あれじゃない、あ、ありますね、あの向かいの和菓子屋さんかな、和菓子屋さんの前、さあこれは喧嘩になる、まずちゃんとしっかり横断歩道を渡っていこう、こんだけ選択でも交通ルールとは守っていく、いや、がっつりだ、あ、ありますね、いいのかな、ありますが、これはちょっとさすがにちょっとオフィシャルではない、はい、お昼ご飯食べて、そうっすね、それだったらよかったと思うんですけど、この辺ちゃんと守るとこ、そうだね、まだ人生だもん、あと2時間後はそうしてるもんね、もう耐えきれない、マジ一回カメラ撮るやってるわ、じゃあちょっと進んでいきますか、そうだね、いやもう自分喫煙者じゃないと気合わないっす、ああなるほど、うん、車の中で吸うのを許してくれる人、はい、なんなら一緒に吸ってくれる人、はい、おっと待って、これはいけんじゃないか、いけんじゃないか、これはきたいけんじゃないか、つながるようになる、はい、発見です、はい、じゃあこのここのね喫煙所かけて、はい、まず第一勝負はじゃんけんでいきたいと思います、これ本当に勝った方は吸える、負けた方は吸えないっていう単純なあれなんで、何回勝負、いやいや、もちろん1回でしょ、オーケーオーケーオーケー、そんな負けたからもう1回とか、そんなアホみたいな、分かった、めっちゃいいこと言わないでください、いいよ、最初グッジャンケンポイ、うぇーめちゃめちゃついた、せーの、最初グッジャンケンポイ、うわー、はい、ということで僕吸えるので、はい、はい、カメラ変わってもらってもいいですか、ガチ待って、いや、やばやばい、うわ、いやー、ガチちげんだよな、一番腹立つのは火つける手離したと思って、バカ腹立つ、嘘でしょ、やばい、え、待って、すやば、え、待って、変な汗出てきた、あ、待って、卵の匂いがね、またさ
ちょ、マジでさ、見てほしいな。本当に。やばいのよ。こう、スージャン？スージャン？で、この顔。この顔なんだよ。いや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 。え、待って、これじゃあ次いつ見つかんのって話なんだよな。まあでも、さっきのお店もね、割とすぐ近くにあって、この距離感でやっぱあるんで、ちょっとここの通りはまだまだ先長いんで。そうだね。はい、ごちそうさまでした。やばい、映ってないけども、オルナミン C 一気飲みまでしてね。もうベストコンディションなのよ。ガチでいやー、決まったなこれ完全に。待って、いや待って、マジでさ、そういやー、今マジでうまかった。待ってくれ、この動画を見てる人で、はい、タバコ吸ってる人どれぐらいいるか分かんないけども、はい、知ってる人はマジでその俺の気持ちが今分かっていると。あの、バーチクソ腹立つから。嘘でしょこいつぐらい。うまそうな顔してんの。あれ違う、あれ違う、ちょっとあれちょっとっぽいの来たんじゃないですか。もう一回じゃんけんしよう。ああ、分かった。じゃんけんで勝ってすがる生まれた。ああ、なるほど、うん、了解了解。そうしないと気が済まないから。さあ、着きました。はい、着きました。サインセンター平山、こちらですね。はい、はい、はい、ちょっとお借りしてね、はい、吸いたいですね。じゃんけんしていきましょうか。はい、じゃんけんでいきますよ。最初はグッ、じゃんけんポイ。はい、カメラ。あ、す？え、す？あ、す？もちろん。あ、何本でもす。何本でもいく。いくらでも。え、先下からいらないとかはない。いや、いらないとかない。ない。一回オルナミン C でリセットされる。なるほどね。いや、ガチ？さあ、いますよ。青森県の代表です。今日の青森県。やば。マジで、マジ。やば、マーバコってうまいね。いやでも見つかるペースはね早い。あ、そうっすね、やっぱこの通りちょっと、うん、早い。さっき全然なかったです。であれば降水確率です。あと1件ぐらい。雨の降る確率、正午から夕方6時まで、夕方6時から深夜0時まで、深夜0時から進もう、進もう。あの、俺もちょっと行きたい服屋さんあるから。あ、はいはい、それ見つかってなければ、はい、もうぐるっと回って帰ろう。了解しました。いやー、2本目もありがとうございます。ごちそうさまでした。待ってくれよ。え、待って、そう。ケースはいい、めっちゃ。そう、見つかってますね。見つかり始めて、ようやくちゃんとこう企画が機能しているというか。いや、マジ、いや、吸ったから超元気ないよ。また腹立つわ、それも腹立つな。あれ？いや、待って、メッシ直後のタバコが一番うまいのよ。あの1本目やばかった。本当にやばかった。決まったもん、完全に。いやー、マジ日本吸ってんの意味わかんねえ、マジで。マジで意味わかんねえ。待って、ありましたが、あれそうだよね。あれ、ただただ今回のルール、コンビニは禁止です。え、ミニストップってコンビニ。ミニストップってコンビニだっけ。お前マジ謝れ。いや、ミニストップってこうなんだろう、マジ謝れ。え、俺高級デパートのことだと思ったんだけど。はい、ありますよね、ここにね。あるけど、ただもうミニストップさんなんだよ。いや、コンビニはなしです、今回。ダメだ、余裕なくなってるな。今多分こうなってるし。うん、そうだね、こうしう視界が。そう、完全にこうなってるもん。ネルソンズになっちゃってるな、まだまんじゃなの。これになっちゃってる。おっと、さすがマッキー、じゃんさん。はい、ということで、店員さんがちょっと可愛くて一目ぼれしてしまったので、はい、ちょっとアイスコーヒー購入してきました。はい、小煩悩ですね。可愛くなかった。いや、めっちゃ可愛かった。で、すごいさ、カフェ屋の店員としてはベストな清掃でしたね。うん、いいっすね、素敵な方でした。いいね、ドープだね。うん、こういう場所いいよね。いい街並みです。おっ、ちょっと待って、これ準備中かな。どう見ても喫煙所でしょ、これ。ね、そうっすね。あの
オークションしよう。オークションしよう。オークション。俺はもう確実に吸いたい。ほう。じゃあ例えばね。はい。タバコ一本オークションですか。そう。なるほど。100円。100円でいきます。はい。150円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 。払うんだな。吸ったやんさっき。いや。もう150円。200円。冷静に考えてよ。タバコ一本なんですよ。ちなみにこのお金どうします？募金しますか？募金します。あのもう出てこない。あの津波じゃない、はい。大雨災害ですか、ね？そう、はいはい、熱海でありましたけど。はい、あれの義援金にね。なるほど。どうかな。了解です。220円。一本よ。いや、その一本を100円でスタートさせたのは君ですからね。350円。バカや。マジで言ってんの？一本よ。一本よ。一本。そう、一本で。380円。いやいやいや。バカだってもう吸わしてくれ頼む。一本よ。ガチ。ガチっす。385円。刻んだ。はい、もう勝負決めにいきます。450円。いや、一本なんだって。いや、一本よ、一本よ。まあ、何回も言うけど。募金すんだったらじゃあ俺1000円だわ。よし、吸います。どんどんハンマープライス。タバコ1本1000円。はい、1000円で吸います。もういや、募金してんだから。そう、もうタバコと関係なくその熱海を救いたいわ。なるほど。じゃあいただきます。やばい、募金するんですよ。いったこいつ。なんて。バカだな。おい、今だって音量1も出てなかったもんね。マジミュートだったもんな。いや、待って。最高。久しぶりに吸う1本と、美女が入れてくれた、渡してくれたコーヒー。いや、バカだな。待って、吸った瞬間のさ、これせーのみたいな。これみたいな。ういえ。ということで、はい、あの募金もね、ちゃんとしてきたということで、はい、これ本当にリアルに入れてますので、リアルガチ、はい、1本1000円。いや、これで熱海が救われれば俺はもう何のね、後悔もないし。いやー、どうでしたか今回は。喫煙の旅というか、喫煙所探しということで、はい、あの、うん、企画考えましたけど、はい、そうそう、一生にちょっと楽しかったですね。ね、うん、あの一個思ったのは、はい、マジでもっと喫煙所増やしてください。あ、マジもう5本大きいぐらいでいいわ。マジも、いや、結構やっぱないもんですね。そう、うん、まあ今回もね、無事、うん、企画終了ということで、はい、まあしばらくマッツがね1年間いないので、そうなのよ、この2人の濃い画角が続くと思いますが、はいはい、まだまだ続けていきたいと思いますので、はい、今後ともチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、リニマネカでした。バイビー。バイビー。タバコやめよう絶対。